勇者ライディーンというのです、ね、サンライズが作ったアニメがあってこれ富野さんね大張りりで作ったんですよ。はるか無帝国のです、ね、超能力を使った民がですね現代に復活し神と悪魔に分かれて戦うというですねマジンガー Z があってゲッターロボがあって長い号の「 アニメはすごいということになったときに、長い号って、やっぱりまた、また漫画家原作のロボットものか、違うと。あ、もう手塚治虫とか長い号とかそういう漫画家っていう中心にいる神様みたいなやつがアニメ作るんじゃなくて、俺たちアニメ作るやつがオリジナルで原作作りたいんだ。どうにかしてマジンガ Z を倒せ、ゲッターロボを倒せということで生まれたのが勇者ライディン。そのために知的な設定、いわゆるオカルトとかそういうのを入れたものを、 どんとやろうとしてたんですけどもところが運悪くですね、えー、メインのです、ね、放送局だった朝日放送がですね、えー、ユリ・ゲラー事件をベースにですね後にですね関口少年スプーン曲げ偽造疑惑というのをですね <laughs> 朝日あのテレビ朝日とかとかです、ね、あと週刊朝日がスクープすることになります。でこれによって、朝日グループはです、ね、 もう、あの、あれですね、えー、ついこの間はですね、あの、アサヒグループのですね、中国、韓国は偉いぞ報道みたいな感じと同じようにですね、<laughs> 1970年代半ばにはですね、アサヒグループは全社を挙げて超能力否定ということになっちゃったんですね。で、1話オンエアしてからそれをいきなり言われちゃったもんだからですね、もう3話か4話の段階で、だってメイン設定が超能力ですから、それをなくせって言われても限界があるんですよ。 真ん中に入る歌が「神の力と悪魔の力戦う戦う命を懸けて」っていう歌があるぐらいオカルトメインの作品なのに外せないということで富野さんはですねその時にですねそんんななな無茶言言わいいでって言っててて、監監督督をしてあの長浜忠夫さんという方が監督になります。そこでですね富野さんそんな目にあったのでまあそれでライディン離れようと思ったんですけど長浜さんの下で「 ライディーンの格愛演出と手伝ったおかげでアニメーションの演出というのがすごい見通しが良くなったそうなんですね。声優さんをどんなふうにコントロールすればいいのかストーリーをどういう,うにすればいいのか局やスポンサーにはどのように立ち振る舞えばいいのかというのを長濱さんというですねまあこれちょっとあの前世紀のですね親父みたいな人がいてこの人はこの人でまた語りたいことがいっぱいあるんですけどこの人から学んで。